C-17 に装備された F117、PW-2000 は、軍用の F117 としても知られる、勾配パスターボファンエンジンで、水力は37000から 43000LBF で、ある。フラットホイットニーがボーイング757の動力として開発した。これらのエンジンは、ロールスロイス RB-211 と競合する。PW-2000 は二軸式。 軸流式圧縮機、アニュラ型燃焼機、勾配パスターボファン、二重系統の完全、デジタルエンジン制御システムを備える。1984年に民間用としては初めてとなるフォーデック搭載の航空用エンジンとして認証された。ムツエアロエンジンズがエンジンの21.2%の権利を保有し、低圧タービンとタービン外郭の開発と同様に、低圧タービン、 タービン外偉高圧圧縮機と高圧タービンの構成要素の重要な部品の製造を受け持つ。最初の PW2000 シリーズのエンジンである PW2037 はボーイング757から200の動力としてデルタ航空をローンチカスタマーとして民間航空仕様のエンジンが運航開始された。B757 以外の機種で使用される PW 2000は同様に C-17 グローブマスター3軍用輸送機の動力として使用されるアメリカ国防総省の正式名称は F117 で C-17 では F117PW-100 が使用される C-17 に搭載されて初飛行したのは1991年である PW-2000 は L-96M の動力でもあり 1993年にこのエンジンを搭載したいるマイナス 96M が初飛行した2008年10月16日、NTSB は FAA に PW2037 型エンジンが2008年8月に想定外のタービンの事故が起きたことにより緊急の点検をするように勧告した。NTSB は FAA に PW2037 エンジンの点検を 飛行時間や飛行頻度に関わらず、なおかつ定期検査の間隔を狭めて再検査するように勧告した。現在、製造される最新の標準型は1994年に開発された PW2043 である。水力は4万3000リッター BF 以上である。以前のエンジンも PW2043 型に回収可能である。 飛行の合間に点検を受ける C-17 グローブマスター3搭載の F117 一般的特性構成要素性能出展 F-117PW-100 プラットホイットニー2013年7月10日閲覧ありがとうございます